はい、おはようございます。釣り子 TV です。先日ね、あの質問コーナーっていうことで、なんかあのいろいろ質問あったらお答えしますっていうことで動画を上げまして、でいくつかですね、あのご質問が集まってきたので、お答えしていきたいと思います。中でもね、あれたまたまあのブルフラットの動かし方とかそういった動画の時にですね、上げたので、ブルフラットに関しての質問が結構多めだったのかなということで、今日ね、いろいろね、あのボックスの中から今使っているブルフラットを出してきました。ではね、早速質問の方に答えていきたいと思いますね。コメント欄開いてですね、まずですね、いつもコメントくれてますね。こんばんは、いい感じですね。ちなみに 3.8 インチ、ばかり使っているので、2インチ、3インチ、4.8 インチ、5.8 インチのブルフラットではバスを釣ってません。おすすめのサイズを教えてくださいということで、これね、3.8 インチですね。で、まあ、これなんかも 3.8 インチですね。自分もあの 3.8 インチね、結構ね、使うこともあるんですけども、主にこの 4.8 インチを使うことが多くて、で、今日はいけるなっていう時にこのね 5.8 インチを使うことがあるんですけども、まあいろんなサイズですね、使いたいっていうことですよね。で、普段はどうだろう、まあこれ、このサイズね、よく使っているっていうことなんですね。まあ本当思ってるより投げると当たるんで、4.8 ぜひ使ってみたらいかがでしょうかっていう感じで、でね、 5.8 インチはね、あの釣れるんですけども、やっぱり大きいんで結構ですね、もう一発大物狙いとかですね、今日はバスギル食いたがってんなとか、雨の日とかですね、そういった時にこの 5.8 インチ、使うね、あのまあなんかあのちょっと荒れた天気の日に使ってみるといいんじゃないかななんていうふうに思います。あとはですね、もうね、夏のあのやたらブッシュに、大きめのギルをよく見かけるななんていう時に 5.8 インチがいいんじゃないかなと思って、一番バランスよくなんやかんや釣れるのはこの 4.8 インチだと思うんですよね。これはもう本当によく釣れるサイズなので、もう 4.8 インチっていうとおよそまあ5インチ近いものではあるんですけども、何ですかね、 3.8 インチだと比較的小さいのも食ってきちゃうんですよ。だからちょっと大きいの釣りたいなっていう時ね、もちろんね、 4.8 インチでも小さいサイズのバス釣れるんですけど、うまいこと口に入ればですね、もうそうだな、25センチから30センチのは何匹か釣ったから、なんだろう、45アップ釣りたいなっていう時に 4.8 を入れると俄然ですね、釣れる確率が高くなるんじゃないかなっていうイメージがありますので、ぜひですね 4.8 インチトライしてみてください。で、 3.8 インチの下が、これね、一番最初出た時買ったやつかな、俺全然ね3インチあんまり使わないんで、まだね残ってるんですけども、3インチいましたね。こういうサイズ感の違い、ですね。で、どうだろう、3インチはですね、スモラバのトレーラーとかにつけて使う時に3インチを投入するっていう印象ですかね。この 3.8 インチとか 4.8 インチはライトテキサスとかラバージグですね、ラバージグのトレーラーに使うことが多いんですけども、スモラバのトレーラーに使いたいなっていう時にこの3インチであるとかその下の2インチを使うことがあるかなっていう印象です。で、2インチに関してはですね、本当ちぎる食いの時があるんですよね。もう本当これぐらいの小さなギルがやたらよく見える時も、マッチザベイトなんですけども、でかいバスが見える時は 5.8 投げるし、
ちぎるが多いなっていう時は結構2インチとかですね、使うんで、まあその2インチよりちょっと上のサイズ狙いたいって時が多分3インチの出し時になるんじゃないかなと思いまして、で2インチにはもう一つ聞く状況がありまして、あのスモールマウスバスにねすごい2インチが効く印象があってですね、あのスモールマウスでまあライトキャロとかスプリットショットリグで、やる時に2インチが、動き出すんじゃないかなっていう印象なので、それでまあ2インチ3インチで 3.8 インチがあって、4.8 インチがあって、もうこれは狙うぞって時は 5.8 インチですよねっていう感じで、でね 5.8 インチね3袋ぐらいボックスに入れてるとね、もうね重いね、あのこれねいっぱい入れていくとね、あの単純にボックスが重くなるんで、ボックス重くしたくないなっていう時は持ってかない、まあ、なんですかね、そんな感じですかね、まあそんな感じです。はい、じゃあ頑張ってみてくださいね。じゃあ次はですね、あ、この前ねこれ色塗ったね、これねいつもねあのコメントいただいてる玄米社長さんからですね、匂いはあるんですか、これね、やるとね、ほんとね、ちょっとね、アメリカンな匂いになるんですよね。あのね、ペンキじゃないんだけど、なんていうのかな。多分、もしかしたらバス好きじゃないんじゃないかな、みたいな匂いがします。で、あの、食い気の立つ匂いではないんじゃないかなっていう匂いがしちゃいます。で、なので、ご使用ね、の際は、容量、用法を守ってですね、ここぞっていう時に塗るといいんじゃないかなっていうね、感じが、しております。でその他ですね、ルフラットに関しては、あ、いつも勉強させていただいています。いやこちらこそありがとうございます。ブルフラットを使う時、色はどんな基準で選ばれてますか、おすすめの色があれば教えてください、よろしくお願いします、ということで、もうねこれね、これすごいね、あのボックスから引きずり出して、あ、そうだなと思ったんですけどね、あのね、濃い色ですよ、濃い色が好きです、濃い色ね、で、透けない色が好きです。で、一番好きなのはこれかな、スカッパのね、濃い、なんて言ったらいいか、こう言ったらあれですけど、まあゴキブリみたいな色ですよね、このね、スカッパノンがね特に好きで、で去年はね 4.8 インチにもブラックってのがあってね、あのブラックすごい効いたんで、あの1袋だけ買ってもうねないかもしれないんで、 4.8 インチでね待ちに待ったブラックが出たんで、こんな感じの 4.8 インチですよ、これ黒で、ソリッドの黒ですね、できればソリッドな感じで、できるだけ濃い色が好きで、それが買えない時にこういうちょっとラメの混じったような色を買うんですけども、基本はこういうソリッドな感じの色で、できるだけ透けない色、このブルフラット自体がグングングンってこうね、水を押すアクションね、でっかい何かがいるよってアピールするようなアクションで、なおかつ、まあ、透けない色でバスにコッとここにいるよっていうのをね感じ取ってもらいたいっていうことで、透けない色をね、できるだけ濃い色をねが好きなんで、だいたいねここにねいるのはね、そういった色がみんないるんです。逆に、まあ、透ける色ってじゃあどんなのっていうと、ね、こんな感じの、これね若干ね自分の中では透ける感じの色なんですよね。もちろんよく釣れるんですけども、よりはこういうスカッパのみたいなね、こういう色合いの方が好きかなーっていうのがありますね。でも基本どの色もよく釣れるんで、ご質問に答えるんだと濃い色が好きということで、で霞水系でねこの色がねなんかねすごい効くんですよね。これねシャンパンペッパー
パー&ネオンパールって色なんですけど、非常に綺麗な色なんですが、これはね、透ける感じの色合いなんですけども、ちょっとね、白っぽい感じで、これね、すごいね、よく釣れたんで、で、この色に関しては自分ね、3.8 インチが好きなんですよね。たまたま、ちょっと投げるタイミングで、いいタイミングで入れてるっていうのがあるのかもしれないんですけども、ここぞっていう時にこのシャンパンペッパーのネオンパールの 3.8 インチ、これをね、ライトテキサスなり、ジグストのトレーラーなり、ラバージグのトレーラーとかにね、すると非常に効くんで、この色はね、好きなんです。これちょっとつける色ですね。でもこの色以外は基本はこんな感じの、もうね、透けないドゥッとした色ですね。こういう、一番好きなのはそんでスカッパのね、スカッパのはまだこれ封開けてないですけどね、 3.8 インチのスカッパのも持ってますし、 4.8 インチもスカッパの好きでね、で 5.8 インチもこれ多分ねスカッパのだと思うんですけども、あかんな感じでスカッパのが好きで、濃い色をよく使っております。そしたらですね、次はブルーフラットのテキサス、今までイメージが湧かなかったんですが、なるほど、ストッパーなしなんですね。やっと理解できました。それと釣りとは関係ないんですが、夏場によく海外のバンドティーを着ておられましたよね。あれって店で買ってるんですか？それと好きなバンド優先ですか？それともデザイン重視ですか？僕も、ヘビーメタル、ハードロック好きなんで気になってたということで、この質問待ってました。これね、まずそうですね、ライトテキサスの時はですね、こうシンカーフリーですね、シンカーフリーでシンカーが先に落ちていって、その後を後追いするようにふわ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 と落としたいんでシンカーフリーにしていて、で、釣りの動画のところでよく見ていただくとですね、わかるんですけども、こう投げた後にね、糸出すんですよね、こうシャッシャッシャッってね、投げる、着水で糸をバッと出してるんですね。それっていうのがイメージとしては、シンカーをですね、ダルーンとして先にね落としたいから糸を出してるんです。で、そうするとこうシンカーがスルスルスルってで、ワーマー抵抗があってちょっと後追いでですね、動き出して、で、こう糸を出して糸が止まったら、シンカーはそこについてますよね。で、そこからなんていうか絶妙な張り加減というかですね、ふわふわふわって落ちるんですけど、あんまりフリーにしちゃうとちょっと当たりが取りづらかったり、当たりの合わせる動作が遅れちゃったりするんで、絶妙に自分の気持ち悪くないたるみの分はたるみを巻いて取ってるんです。それによってできるだけナチュラルに、切りもみ状にこう落ちていってくれないかなというようなイメージで使ってます。で、その沈下速度を調整するために結構ね、いろんなサイズのいろんな番手の針を持ち歩いております。そのね、ゆっくり落としたい時は 4.8 なんだけども、これちょっと小さめの針なんですね。もう何ですかね、こうちょっとゆっくり落としたい時は、軸線はね大きな魚かかるかもしれないんですけど、比較的太軸で、小さめの針、はたまたちょっとね、気持ちその沈下スピードを速くしたい時はこう少し大きめの針ね、こんな感じで。針の大きさとかでさらにそのフリー状態の沈下スピードを、調整して、その当たりを出せるその日の、ね、バスが追いやすいスピードをですね意識して投げております。それはね、いろんな今針、大きさ太さ形状ね、ワイドゲームかナローゲームかとかですね、針が隠しやすい形なのか、あとは
そうですね、どんぐらいこう食った時に針がこうビッて出るかなっていう、こういったところなんか気に若干気にしながら、選んでおります。で、あれですね、ヘビーメタルとかのね T シャツよく着てるんですけど、どうなんですかってね、よく聞いてくれました。もうね、中学生ぐらいの時からですね、もうずっとね、メタルキッズなんですよね。ハードロックっていうよりもヘビーメタル大好きっていうことでずっとやってて、で、普段釣り子 TV のテーマ曲ってすごい、チャーンチャーンチャカチャカチャカチャってね、すごい明るい感じのテーマ曲を使っておりますが、実は釣りしてる時はずっと頭の中でヘビーメタルが流れてるんですね。で、その件のですね、よくバンドの T シャツ着てますけど、あれどこで買ってるんですかってね、あれ全部ライブ会場で買ってます。結構ね、フェスとか、あとは単独のね公演とかね、よく行くんですよね。で、今年は3月にはダウンロードってね、すごいフェスティバルが日本に来て、そのヘッドライナーがね、オジー・オズボーンであったり、あとはねスレイヤーも来るなんて、ね、もうスレイヤーもだいぶ、年を召されてきてですね、もういつまで見れるかっていう状況なんで、これはもうね行くしかねえな。若干ね、オジーが今体調を崩していて、ちょっとどうだろう、やべえのかなっていう感じなんですけども、スレイヤーが見れるだけでもあれ行く価値があるなっていうね。ちょっと待っててください。これね、俺の宝物なんですけども、これ見えますか。これアラヤって書いてあるんですけども、実はですね、これスレイヤーのライブ行った時、だいたい最前列に乗り込んでいくんですけども、トム・アラヤね、スレイヤーのベースボーカルのね、中心に立っているヒゲのおじさんですけども、あの人のねピックね、手に入れることができたんですよね。もうライブ最前列の醍醐味ですよね。なんかまあね、ライブ終わった後とかにね、使っていなかったやつとかね、こうマイクスタンドとかから撮ったりとか、まああとはバーってこう巻くわけなんですけども、ゲットできたんですよね。もうこれはちょっと家宝じゃないんですか。スレイヤーのトム・アラヤのピックですよ、これね。どんなの使ってんのかなと思って、これ大切ですね。結構勝てんだなとか、ベースこれでつまびいてんのかってね。これまあ削れてはいないんで、実際には多分使わないで、まあ余ったから投げとくかみたいなやつだと思うんですけども、というわけでね、多分ねライブ会場の中では一番ねきつかったのがね、スレイヤーの最前列だったんじゃないかなってね。オジー・オズボーンの最前列とかね、結構ねみんなファンの人も高齢化してきてるのか、結構乗り込んでってもね、最前列の方もね結構みんなね、ある程度のスペースを空けてですね、なんか楽しむわけなんですよね。ところがね、まあね、スラッシュメタル四天王のね、一角スレイヤーのね最前列はね、まあいつ行ってもきついですよね。で、人間がもうベルトコンベヤーかっていう感じでずっと上流れてますからね、頭の上ずっと人が流れてくんですよ。とんでもねえ状況だなっていう。で、まあね、曲も大好きですからね、エンジェル・オブ・デスとかね、レニングラードとかですね、そういったのを最前列で楽しんでいて、まあ最後にこういったねお楽しみがあった。これもまたね、もっとすごいねお宝も実は持ってるんでね、また機会があったらですね、またメタルどうなんですかなんていうご質問があったら、ご案内していこうかななんていうふうに思ってまして、でちょっとね、まあメタルではないのかな、あれはまあ新しいメタルなのかなと。よく T シャツ着てますけども、スリップノットって大好きなんですよね。ね、でスリップノットが多分今年の夏ぐらいにですね、新しいアルバムを出すっていうことににわかにですね、多分ライブ活動が、ダウンロードのフェスティバルも外国の方でやるフェスティバルではですね、ヘッドライナーとか、出てるみたいなので、去年ねハロウィンに出た新曲とか披露するのかななんていうの楽しみですけども、スリップノットで言うとですね、一番初期のですねビデオのウェルカムトゥアワーネイバーフッドっていうですね、伝説の VHS のビデオがあったんですけども、それがですね、なんかつい最近
YouTube でね、スリップノットのね公式チャンネルでね見れるようになりましたね。これあのどっか上かなんかにあのリンク貼っとくんで、ぜひですね見ていただくとですね、あの熱いね、釣り子 TV って頭の中いつもこんな音楽流れてるんだっていうのがですね伝わるんじゃないかなと思って、で、あのじゃあ話全然変わりますけど、流儀の針ありますね、あのブルータルって針ありますよね、トリプルフックで非常にあの具合が良くてですね、よく使っているブルータルっていう針があるんですけども、自分の中でブルータルって言ったら流儀の針っていうよりはそのウェルカムトゥアネイバーフッドのですね、5分54秒のとこですね、そこで、ミックってあのギターの人がいるんですけども、そのギターの人がブルータルっていうんですね、あのぜひですね、あの上にね、さっきね、あのそのネイバーフッドの映像に行けるリンクを貼っておきますんで、多分それで、5分ですね54秒まで飛ばしてみてください。あのね、一瞬ですけどブルータルって言ってるんで、それがまあなんていうかブルータルなんだよってね、大体ね商売上手なんで10枚ぐらい T シャツ売っちゃうんですよ、スリップノットっていろんなデザインで、1枚3000円ぐらいするんですけども、まあ最近3800円とかするのかな、だいぶね高いんですけども、さすがそこはね、あのそのために働いてますんでね、どれにしますかって、いや全部 T シャツ全種類ね、M サイズね、全部ですか、全部ね、買うわけです。でまあライブの時に、まあまずは一番かっこいいデザインを着て、で汗だくになりますよね、で帰りに、その汗だくのはなんかビニールにしまって、新鮮な2枚目を着て、で残り8枚は釣りの時にねローテーションして着るって、こういうことになるんで、だいたい自分が着ているなんかロックの T シャツ着てんなって言ったら、そのライブ行ったんだなっていう T シャツなんで、そういう感じですね。別途をどっかで買ったりとか通販で買ったりっていうのはめったにないので、そんな感じです。というわけでね、だいぶ話が脱線しましたけども、まだまだね、いろんなご質問いただいてたのがあるので、またですねちょっと今日長くなっちゃったんで、他にね溜まってきたら動画でまた、お答えしていければなと思いますので、引き続きですね、この寒い時期ちょっとね釣りに行っても魚が釣れないんで、なかなかですね、なんていうかネタが乏しいね、新製品も3月ぐらいになるとなかなかいっぱい販売開始されないんじゃないかなって、リールもなんかアンタレスも2月予定だったのが、なんか若干販売がね後ろにずれたのかな、なんか噂で聞いたんですけどね。というわけで、ちょっと買うものもなければ釣り行ってもなかなか魚が釣れないってなると、こういうねおしゃべりの動画が多くなってきますので、ぜひいい質問ね待ってます。あとグッドボタンもねよろしくお願いいたします。というわけで、本日の釣り子 TV は釣り子 TV の質問コーナーということで、主にねブルフラットに関しての、ご質問に、お答えしてみました。こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。